今月の初め、ベルリンにて行われた IFA2014 で発表された Xperia Z3 コンパクトが海外で発売されたので、早速ワンショップモバイルにて購入しました。化粧箱はこれまでのグローバル版、国内版の Xperia とは異なるデザインへと変更がされています。ユーザーガイド、海外規格の AC アダプター、マイクロ USB、イヤホンなどが付属しています。残念ながらマグネット式の卓上ホルダーは付属しないようです。今回購入したのはオレンジですが、限りなくレッドに近いオレンジです。側面は琥珀、樹液の化石のような透明感があります。電源ボタンのデザインは若干変更されています。 Z3 コンパクトの電源ボタンの方が押しやすく感じます。下部のスピーカーはフロントパネルへと移動、 Z2 同様ストラップホールは左側に。ただぶっちゃけストラップホールは通しづらいと感じました。糸通しのような器具を用意した方がいいかもしれません。サイズ感は Xperia Z1F とほとんど変わりません。非常に持ちやすく感じます。サイズはそのままに、ベゼルは狭く、画面領域は 4.3 インチから 4.6 インチへと拡大しています。解像度は HD のまま変わっていません。 iPhone 6は高さ 138.1mm、 幅 67mm であるのに対して、Xperia Z3 コンパクトは高さ 127.3mm、 幅 64.9mm と Z3 コンパクトの方が持ちやすくなっています。ただし iPhone 6 の厚み 6.9mm に対して Z3 コンパクトの厚みは 8.64mm であるため、薄さでは負けています。重量に関しては双方 129g と互角になっています。カラーリングは側面はともかく背面はやはりレッドです。Xperia P の時も思いましたが、やはり赤色の Xperia はいいと思います。前面、背面には強化ガラスが採用されています。マイクロ SD カードスロットやマイクロ USB 端子の位置はそのまま、 SIM カードサイズはナノ SIM に変更されています。高級感もあり、非常に満足のいくコンパクトな1台。カラーリングも最高です。次回は引き続きソフトウェアや使用感をレビューしていく予定です。PC の方は画面上のボタンから、スマートフォンの方は画面の下のボタンからチャンネル登録ができます。よろしければぜひ登録をお願いします。